こんにちは。タブーされてる性の知識を大人に広める協会理事長の夏山です。滝本です。今回いただいたご質問はこちらです。2歳年下の女性と交際しているのですが、妹と同い年であるためか性的な目で見ることに罪悪感を覚えてしまいます。何か解決方法はありますでしょうか。ご質問いただきありがとうございます。はい、ということで早速答えていきたいんですけど、俺はさ男兄弟しかいないから、ちょっと分かりづらいなと思って、空想上の2歳年下の妹がいると仮定して考えてみたんやけど、やっぱ申し訳なささみたいなのあるなっていうのが思ったんよね。罪悪感に近いんかな、気持ち悪いと思ってる空想でね、そう空想で、そう空想の妹がそんな感じやったから、ちょっとこのご質問者様の気持ち分かるなと思って、なのでちょっと今回は滝本に答えてもらおうかなと。これはね、多分根本的な性に対しての考え方に問題があって、彼女を性的な目で見ることに罪悪感を感じるっていうことは、性的な目で見ることとか性行為自体を汚れていることとかダメなことだっていう感覚があるんじゃないかなと思うんだよね。あのね、性行為とかセックスは愛し合う人とする互いを思い合う行為なんだよ。もっと相手のことを深く知りたいとかぬくもりを感じ合いたいっていうふうに思った時にしたくなることで、女性のね、体やセックスに興味を持つことっていうのは全然恥じることじゃないんだよね。なるほど。で、興味を持って当たり前のことなの。で、この世の中のほとんどの生き物はみんなするのが当たり前の行為なのよ、犬でも猫でもその他動物でも、だから性欲っていうのは恥ずかしいこととか特別なことじゃなくて、人間が持つ自然な欲求なんだよね。ただセックスは自分の欲望を吐き出す行為ではないの。そもそもそういうふうに思っていたら相手に失礼なんだけど、もしかしたら心のどこかでそういう考えがあるんじゃないかなって思うんだよね。日本の教育だったりとか環境だったりで、もしかしたら日本人は自分の欲望を吐き出す行為だって思ってる人の方が多いかもしれない。そう、もうさ、こう今の現状がタブー視されてる性の知識を毎回言ってるけども、若年層の性教育がもう全然進められない環境しかり、性教育するとネタ高校生みたいな風に言われちゃってるような環境だし、あとはね、女性を凌辱するような AV が蔓延してるでしょ。こんな状況下ではね、自分の欲望吐き出す行為だっていう風に思う方が普通かもしれない。ただこの質問者様はそれに罪悪感を感じているんだよね。で、心理学で罪悪感っていうのは誠実さとか協調性の裏返しでもあるっていうふうに言われてて、罪悪感を感じているっていうことは性に対して誠実に向き合いたいって思っている証拠かもしれないんだよ。行動をね、改善していく上ですごく大きな役割を果たすとても大切な感情だから、罪悪感っていうのは感じてて全然いいことなので、その罪悪感をなくすためには、女性だから性的な目で見てしまうじゃなくて、彼女を愛しているから彼女の体に魅力を感じて触れたくなって、もっと深くつながりたくなってセックスがしたくなるっていう風に、あの考え方を変えることが大事だと思う。なるほどね。愛しているからっていうのを考えると、なんか納得やわ。愛する延長線上にセックスがあって、セックスでお互いを気遣い合って高め合って、彼女を喜ばせたりで自分も感じたりしてすごく幸せになるようないいセックスをしていれば罪悪感を感じなくなるはずなんだよ。そんなにいいセックスをしてたら、セックスっていうのは尊い行為で悪い行為だって思わなくなるでしょ。でね、いいセックスをされると女性にはすごくプラスなことっていうのがあって、もちろん男性にもあるんだけど、特に女性は癒されるとか安心できる、やる気が出る、綺麗になる、あと自分に自信が持てるとか
もうその他すごいいろんなプラスになる要素、すごいいろんな素晴らしい気持ちになれるんだよね。彼女をそんな風にできることに罪悪感なんて持たなくない？持たへんわ。持たないでしょ。うん、そう、自分の欲求を吐き出す恋だって思ってるから罪悪感が生まれちゃう。うん、そうだから彼女といいセックスができるように、男性と女性の心と体を知るためにこの性知識アカデミーの YouTube で性知識を得て、で私たちが出している教材の8割セックスっていうのを読んで、そっちでは技術とかもっと深い知識を身につけて、で彼女とコミュニケーションを取り合いながらいいセックスをいっぱいしてたら罪悪感はね感じなくなるはずだから、どんどんいいセックスをしてください。なるほどね、うん、ちょっとさ今聞いててさ、うん、めっちゃ恥ずかしなってんけど俺なんでなんかもうめっちゃさタブー視されてる性っていう言葉をさ、うん、言ってるやんか俺。多分日本で一番言ってるよね日本で多分今一番言ってると思うけど、うん、確かに、うん、だってセックスって愛する行為っていうのと相手と自分を良くする行為っていう風に考えたら罪悪感持ってる意味が分からへんもんね。そうなのよ。悪いことしてるから罪悪感を持つでしょ、うん、悪いことじゃないのよ全然、うん、ただ悪いことにもできちゃうの、うん、自分の欲求吐き出すっていう風に思ってたらそれは悪いことだから、うん、なるほどね、うん、いやちょっとまだまだ自分が未熟やなって今思い知らされてしまった反省やわこれは多分ね大きい日本の課題だと思う、うん、そうやな、うん、ちょっとまだまだ未熟ですが、うん、今後も成長頑張ってしていきますので、はい、よろしくお願いします、はい、はい、ということで性行為自体が関係性を作るためにいいものであるし、うん、罪悪感を覚える必要が全くないものだよっていうことを理解して接してみるといいかと思います、うん、今回は以上です。この動画が少しでも参考になったよって思う方は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。